こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ヴィーナス11ビビット始めていきましょう。イベントロビーボーナスしかないように見えるが、神は早すでに応募いたしました。遠征ですね。まずはそうそう違う選手に入れ替えましょう。なんだこれ、ライト級。お、予選リーグ4位なんだ。ああ、なるほど。予選リーグにはあれには乗ったけどっていうとこですね。神尾チケット12枚。こちらがもらえるみたいですね。まあ、スキルウィキさん行きましょう。スカウト、どんな選手がスカウトできるか。ちょっと物足りない。復刻コンビスカウト、復刻オリユリスタウト、もう一回。悪くない。星4だ。理由にスカウト行ってみるか。お、なんだこれ。星3でし、星3か、一応は。フレンドスカウトですね。まあ一回だけでいいや。なるほど。どんどん増えちゃいますね。はい。京都弁か。なんか変な音は聞こえたが。お弁当屋の看板娘。かわいい。この人を待っている。で、その榊さん行ってみるか。なんか下なんかある？あるけど、好感度を上げないと見れない。じゃあ、試合やりますか。結局試合やらないと意味がないですからね。なんだろう、プレゼントアイテム杯。お。これ結構前回強かったんだよな。チーム編成とかを変えないとね。ちょっとチーム編成見て変えてくる。まだお金が足りないからな。お金も容易に貯まるわけじゃないですからね。経験値は上がるんだけどな、オーナーレベルは。とりあえず編成いきましょう。メンバー変更。鍋からもちろんレア順ですね。レア順で見てる星4が最高なんで。上回れるほどありがたくはないんですよね。今のとこ星5以上がない。なのでこれは試合ですね。これをやるとしても。上級エクシビジョンだと何か違いがあるんかな。ニックダイレクト先制しました。このぐらいのスピードでいいかな。チョコ、そういえばバレンタインの季節は来月ですよね。いいですね、センタリング、リークダイレクト。超えた、2点目。うん、いいんじゃないでしょうか。問題はこれ辺がフォワードなんですよね。センター不足。みんなディフェンダーかな。なるほど。ファン獲得杯なんだこれ。ファン獲得は大事です。土日限定だからな。結構重要視されるよな。 お金が欲しいっていうのはあるけどな。ファン獲得したら何がいいんだったっけ。超すごいスート超えた。とにかく試合を積み重ねていくことは大事ですね。邪念の関係なく。直接シュート、さすがに無理だったか。うん。さあスタミナの減りはでも大丈夫ですね。リアリティ度を上げた方がいいよな。そろそろ一人のおっと、リークダイレクトだ。決まったー。まだスタミナありますね、色宮サギは。強いな、絶対的に強い。さあ、追い上げも増えた。ファンがすごい。そうか、ファンを増やすこと前提なのか。経験値もまあ上がるが、ファンが増えるとどうなるんだったっけ。ちょっと見ていきますか。今スタジアムでファンを増やすことはできますが、ファンが増えると何がいいんだったっけ。オーナー情報、行動力って何だったっけ。投票権に変換はの可能なファン数、怖っ、人を物扱い。なるほど。3000はまだ行ってないですね。今このヒイラギ入ってちょっとコチュはリスクありすぎですよね。ドラゴンリーグ早めに育成した方が早いのかな。相手は強いよ。うん。お、色宮サギ超すっごいシュートきた。ああ、だが入らない。再度再チャレンジ。逆サイドか、ギークダイレクト、勢いがすごい。先制です。多分残りの時間では点数入らないからな。うん、後半戦。強い。ちょっと翻弄されてますね。ついリースのディフェンダースキルが出た。超える。独走してますね。ゴール前、いやシュートしろよって思う。あ、取られてしまった。しかし時間がほとんどもうないですね。勝ちました。ドラゴンリーグポイント4ポイント。強いな。やってみましょう。ひとまずは。いや勝てないだろう。試合開始です。取られちゃいますね、早めに。どんどん使っちゃいますよ、スキルを。レイルージなんか1000以上スタミナ持ってる。強いな。テクニカルアロマ。なんだこれ。シュートから、シュートですね。パワーオボキュウリだ。取った。ナイス。うん。互角っぽいな。相手か。おっと、技対決な、これはかなわない。ちらスタミナを、まずまず残しております。長い弱さがありますからね。いい勝負だと言えるんでしょうね。アシュレはもうほとんどスタミナ使っちゃってますよ。こちらはまだ大丈夫。問題はパワーオブキュウリっていうとこでしょうね。シュート有罪7号連龍図パワーオブキュウリ通用するか。ダメでした。こうなると何としても1点取らないといけません。相手の取られてしまう。ボールをキープ力なんですよね。しかし、ナイス。さあ、なんとか1点返してほしい。シュート来い。シュート行く前に取られてしまう。ほとんど時間ありません。残念。経験値は大きいですけどね。勝ちたかったけどね。で、そして結局は白指聖羅か挑戦状です。ナイス。シュートじゃない。なんかオリシカも疲れてるな。ミッドフィルダーが疲れるんですよね。動きがない。後半戦です。後半戦開始です。技をどんどん使わせましょう。フレイヤー結構タフですね。使いすぎだよな。一気にスタミナ減っちゃいます。まだスタミナ残ってたのか。おっと、しかしこちらも対抗するが超えられない。オープンザリースゲートが炸裂。さあ、いい加減シュート打たないといけませんよ。言葉。リークダイレクト決めろ。QT レベル V。シュートですね、これ。決められました。後半終了直前、先取点を決めてくれました。これで、初球は3つですね。前半ハイパワーズっていうのとやりましょうか。リークダイレクト。おっと、相手もキーパー技を使ってくるが、それを乗り越えて先取点。相手をスキル持ってますね。スタミナ的には問題ないんで、さらに進めていきましょう。ちょっとミッドフィルダー不足が結構辛いな。ミッドフィルダーを強化してもいいかもね。取られるわけにはいかない。オッケー、ナイス。あ、だがインターセプトされてしまう。なんなんだ今の技。さあ、相手がどんどんスキル使ってきます。またサンバカーニャウだ。おー、こちらが勝ちました。さあ、リークダイレクト、チャンスだが打たないな、ほんと。超すごいシュート、来い。おっと、相手もキーパーの技を持ってくる。止められましたね。どんどんシュートを打てばいいと思いますが。1対0の勝利です。大勝とはいきませんでしたが、後半もしぶとかったですね。前半ハイパワーズとか言いつつ、じゃあ後半ハイパワーズだったらどうなるのか見たくなりませんか？あと、スキルをどんどん使っていきます。うん。これはいい。ギークダイレクトが来た。先生。いいですね。30分台。もう1点欲しい。ああ、取られてしまった。突進力がすごい。ああ、だが、前半終了です。相手の方がスキル使ってますよ。あ、やばい。バーオブキュリー対抗できるか。あ、ナイス。さあ、1点リードはまあ終盤へ。ここでオープンザゲートが出てきた。1点欲しい。超すごいシュートを持っているが、QT レベル V だ。姫川ゆり決まりました。決定的な2点ですね。勝ちました。あんまり前半後半の違いって出なかったな、見る限りは。やっぱりリアリティ上げないといけないよね。特にやっぱり今中盤のリアリティ上げることが大事だと思うんで、そうなるとチームの編成見ると、彼女ですね、このなんていう人だ、進藤瞳ですか、進藤瞳を強化しないといけないってことになります。この人ですね、かわいい。イエス。感度もどんどん上げていきましょう。もういいや、バースデーケーキ使っちゃえ。で、特訓をしないといけません。彼女はミッドフィルダーか。まあでも基本はミニゲームでしょうね。で、最後に練習試合。シナリオもこなしていきます。適当です。で、ビートボードへ。さあ、これで瞳が星5になったよ。瞳はもう一回リアリティポイント上げておこう。これリアリティポイント6になりました。そうするとどうなんだ？それなりに強くなったはず。通常リーグですね。カメレオンズってなんだ？6になりましたからね。これで中盤も良くなったんじゃないかな。さあ、進藤瞳の本領を見せてやろうじゃないですか。さあ、リークダイレクト、早くも出てきた。決まりました。カメレオンズって、まあ、色がカメレオンっぽい。ろくろ的パス回し。トゲアニメかな？もう。カメ。勝ちました。ちょっとローを使っちゃってますね、技を。まただ、これローやばいな、俺。相手を超えた。得点が欲しいが。チャンスだぞ。来た。シャッターチャンス V。シュートでした。2点目です。まだひとみ早くも結果を出した。前半戦終了です。進藤ひとみか。穴がなくなりましたからね、これで。お、いきなりリークダイレクト。3点目です。あ、これは技がないんで、こえられてしまいます。ナイス。QTV レベル無理がある。もうシュートですね。きたー。超えました。4点目。大勝です。まあ試合をする会社経営を試合をすることによるもらいの上がりっていう方がでかいのかもね。まあ、3000超えましたね。これガチャ行ってみましょう。スカウトです。この、バースデースカウトですね。あ、ダメっぽい。え？ダメですね。外れです。確かにオリジナル。これやばい、沢城さん。まあ、ランクアップはしたけどっていうとこですね。ビーナスリーグやることが試合の基本かな。あとまあ通常リーグもありますが、通常リーグはどんどん上げていくのみなんでね。エキシビジョンは勝ち点が関係ない。でもシアトルセーラーの挑戦状は結構重要かも。で、フレンドマッチ。なんだこれ。あ、こんなのもあるんだ。ドラゴンリーグ。ランクがありまして、これを勝つことで上回るっていう感じですね。ただ、入れ替えがすぐあるんで、どこまで意味があるのか。5試合やるんだったらドラゴンリーグ全部こなさないといけません。ずっとやってるわけにはいかないですよね。試合後の獲得ゴールドも影響するのか。経験値も稼いでくれますからね。このお手伝いにより。あ、一人入れられますね、スタッフを。ジャッキーさん入れましょう。ST ユニフォームなんてあるんだ。あとはお金がいるパターンですね。ショップで買うことによりまして、さらにもらえます。シナリオをするともいいし、名前が少女漫画家だな。星7が唐沢瑞希のみかな。編成見てると星7があれ笠瑞希のみなんですよね。レベル70でマックスいっちゃってる。ん？スキルってスキル変更、これか。スキルを装備しないといけないんだ。もうゲートキーパーとか。トリックスターとかこういうのも大事なんかもね。衣装も選べます。おお、なるほど。エロい衣装になるんだ。あ、かわいい。これにしよう。あんまり重視してなかったけどな。いろいろ開放してますからね。プレゼントは好感度を上げるやつばっかり。この辺上げていきたいかもね。何この女子寮って。上げちゃいましょう。なんだ、ブックマークみたいなもんかな。お、一列あさった。プリンがもらえる。ひとまず本日はここまでとしましょうか。今回はエキシビジョンを中心にやってみました。いろんなエキシビジョンありますね。セーラの挑戦状があったり、フレンドマッチあったり、ドラゴンリーグがあったり、この柊杯だけはちょっと数が多くて怖いです。反獲得杯なんかも大きいですね。反獲得したらお金稼げるんかな。その辺の説明がよくわからない。ヘルプってどっかにあったっけ？その他かな。まあこの辺は後で見ておきましょう。はい、今回こことまでとなります。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。概要欄、プレイリスト、ブログ、ツイッターございます。ツイッターのフォローお願いいたします。ヴィーナス11ビビッとお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。